はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども生放送中にね、今回みんなと一緒に煮詰めておりました絆の力ハーピー、こちら紹介していきたいなと思います。でリプレイ解説にはなるんですけれども、めちゃくちゃね魂の試合が多くて、でこういう風なこと考えながらやってたんですよみたいなのを話しながらね、ハーピーのプレイングとかを話していきたいなと思います。で、11連勝もできたので、まあ強さ的にはまあまああるんじゃないかなと、月初ランクマのレジェンド隊で11連勝なんで、わりかし信憑性もあるのかなとは思ってます。で、いくつかカードがあって、このヒステリックパーティーは手札1枚捨てて、墓地からハーピーレディ可能な限り特殊召喚するっていうので、結構パワー化だったかなとは思います。で、月の章をですね、これ持ってない人は、この部分は、まあ、清掃だったりとか、別のカードに変えていただいてもいいんじゃないかなっていうふうには思ってます。で、今後、ハングオンマッハ入りの上昇打点子が流行りそうかなっていうふうには思っているので、まあ、その場合は、こういうふうに変えた方がいいよみたいな案とかもあるので、それは、まあ、今日の生放送とかでやっていこうかななんて思ってます。多分ね、先にやってると思います。で、具体的な回し方についてはね、今から解説していきたいなと思います。はい、ではやっていきます。この後結構ヘビーな重たいね、リプレイが続いていく。まあ、見応えのあるリプレイが続いていくんですが、ちょっと一戦目だけですね、まあ、こんな感じで使えるからネオスフュージョンって強いよっていうやつの一つやっていきたいなと思います。で、相手ブルーアイズで、スピリットドラゴンが立たず、目覚めの旋律で、これブルーアイズを2枚抱えなんで、ブルーアイズ、ブルーアイズ、オルタナだなみたいな感じですね。で、ハンド1枚何かわかんねえみたいな。で、モンスター出してきたらチューナーだし、で、出してこないんで、まあ、調和の宝札とかかなみたいな感じです。で、このハンドの時って、このパフューマー入りの時ってさ、基本ハーピーってワンキル取れないじゃないですか。例えばパフューマーから万華鏡を取ってきて、で万華鏡からハッピーレディ1出してみたいなんて、これ万華鏡2枚入れてたり、まあヒステリックサイン入ってたり、あとはハッピーレディ1とかが2枚入ってたりみたいなことしないと基本ワンキル取れないんですよ。ただここをネオスフュージョンがあればワンキル取れますよっていう、ハッピーレディスクラッチクラッシュの効果により魔法トラップカードが発動した時に、相手フィールドのモンスターか自分のハッピーを、手札に戻すみたいな感じでワンキルが取れます。でこれがまあめちゃくちゃね、なんていうんだろう、理想的な動きでライトな、リプレイになるんですが、こっからはですねちょっと見応えがある試合とか手札が悪い時の試合とか、まあそういうのをやっていきたいなと思います。で、これ相手サンダードラゴン戦で手札が悪い時、このハンドとか防御札ばかりむしろ引いちゃって、うわ、微妙だぜみたいな感じのハンドですよね。で、これはレビオニアケアで月の章はここ置いときますっていうのが、レビオニア出てきた時に、パンパンパンって、1枚使って防御札で、パンパンって破壊されちゃったら、さすがに万華鏡プラストップじゃハーピー追いつかないので、月の章はここに置いておくと。で、トップでここネオスフュージョン引きました。これが結構大事で、今落としたのが、こいつです。ハーピーハーピストってやつでございます。こいつはね、墓地へ送られたターンのエンドフェーズ、ちょっと遅いんですが、エンドフェーズに、守備力1500以下の超獣族レベル4モンスター1体を手札に加えるサーチなので、まあ、ハーピーレディを取ってくることができるっていうところが強いですね。ブレイブネオスへ殴ったので、ネオスフュージョンを手札に加える。さらに、ハーピーハーピストの効果によって、加えるのは、ハーピーパフューマを加えていきます。で、この後見ててください。チェーンを、ボタンオンにしといて、ドローフェーズに、ヒステリックパーティー発動でございます。手札1枚捨てます。手札1枚捨てて、ハーピーを可能な限り特殊召喚。これで、はい、ハーピストとパフューマーと2体取ってきます。で、パフューマーの効果、召喚特殊召喚成功した時に、デッキからハーピーレディ3姉妹のカード名が書かれた魔法トラップ1枚を手札に加えます。一応レベル5以上のハーピーがいたら2枚加えることができるんですが、今はいないので1枚です。これはレビオニアが出てきて後ろ破壊された時に、このハーピーパフューマーのサーチが入らないので、もう先に打っておきます。そうすることで、ハーピーの羽休めっていうのを取ってきます。このハーピーの羽休めっていうのがめちゃくちゃ役割多くて、すごい強いんですよ。まずこれ、ハーピーカードなんですよね。それがまずでかい。ハーピーの、ハーピーチャネラーっていう手札1枚捨てて、ハーピーカード1枚捨てて、デッキからハーピー特殊召喚するっていう強強カードがあるんですが、こいつですね。こいつって、手札にハーピーカードでないと、効果使えないんですけど、今みたいな感じで、ハーピストからパフューマー取ってきて、で、ヒステリックパーティー横展開したら、こうやってチャネラーのね、コストが揃うっていう風な、そんな感じになります。では行きましょう。
まずハーピーチャンネルは召喚、ハーピーカード、ハーピーの羽休みですね、これを捨ててハーピーパフューマを特殊召喚で、ハーピーパフューマの効果発動、ハーピーの羽休みを手札に加えます。これで、ワンキルを取って勝ちみたいな感じになります。という風に今ので結構ヒステリックパーティーのね、強いところとかが伝わったんじゃないかなとは思います。で、次は月光戦だったかな、サーベルダンサー2体を出されつつもその上からね、踏み越えていって最後勝ち切るっていう結構体力使った試合を今からやっていきます。まあ、サーベルダンサー出たらどうしたらいいんだみたいなところ思うところも多いと思うので皆さん、まあ、参考になればいいなと思います。まずハーピーチャネラーで、これハーピーハーピストを取ってきます。で、ここで、シンクロ召喚、ハーピーレディースクラッチクラッシュ。そして、ハーピスの効果でパフューマー取ってきます。これで、1、2、3、墓地が3枚ハーピーの、手札1枚パフューマーです。こうやって防御札があるときは無理にデッキ掘りに行かなくて、ハーピーハーピストっていうのを取ってきて、アドを取ってくるっていう、ハーピーハーピストっていうのをこう特殊召喚してシンクロ素材にしてアドを取っていくっていう風な動きになります。で、エメラルドバード出てきました。エメラルドバード出てきてムーンライトフュージョンをサーチされてしまいます。ここまでで結構絶望的なところではあるんですが、ここからが注目で、まずヒステリックパーティー使いました。まあヒステリックパーティーまだここでは使わなくてもよかったかなとは思ったり思わんかったりもしてるんだけどね。で、ムーンライトフュージョン打ってきます。ここで、ハーピーレディ SC の効果発動です。魔法トラップ発動したので相手フィールドのモンスターか自分フィールドのハーピーを手札に戻すことができるので自分自身戻します。で、月光はハーピーが結構サーベルダンサー抜く手段乏しいので、わりかしサーベルダンサー出してくるっていうシチュエーションが多いです。で、ここ殴られます。で、次のターンですね、羽休め引いたんですが、ここは動かずターンエンドで、相手も殴ってこず、これ殴ったらサーチ入れられちゃうからね、それが嫌で、ターンエンドみたいな感じかなと思います。で、ハーピーレディスクラッチクラッシュ出して、で、羽休めでちょっと手札をね、墓地のカード3枚デッキに戻して2ドローしていきます。で、よいしょ、ヒステリックパーティーまた引けました。これがすごくいいですね。で、ハーピーハーピストが今シンクロ素材墓地を送られたので、チャネラーサーチどん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 圧縮していって、サーチかけていくっていう、まあ、こういう風な動きが好きな人も多いんじゃないかなと思います。で、白ウサギ出てくる。で、このタイミングでサンダーブレイク発動、チャネラー切って白ウサギ破壊で、また戻ってきて、はい、ムーンライトフュージョン打ってきます。で、ここでスクラッチクラッシュ効果、自分自身を、エクストラデッキに戻していく。で、サーベルダンサーがこうやって出てきて4000-4000なんですが、ここでヒステリックパーティー羽休めもういらないかなと思って切りました。で、殴られ、はい、こっからです。こっからまず、はい、こいつ出して、華麗なる分身でレディーワン出します。こうやってまず2回ぐらい融合させるんですよ、月光の倒し方は。月光の倒し方は2回ぐらい融合させて、で、その時にスクラッチクラッシュしかここに出したらダメで、スクラッチクラッシュを毎回手札に返すと、こうやってデッキから落とせないので手札めっちゃ使うんですよね。で、手札減るんですよ。で、手札減って、で、相手モンスターしっかり並んだ後にサンダースパークドラゴンの効果つってパーンって言って、だいたい相手のハンドには手札誘発とかしかないみたいなことになるんですよね。で、さらに月の食伏せてるので、ムーンライトフュージョンがあっても自分自身を裏にすれば、まあワンチャン融合が不発になるみたいなところまでありますよね。で、こっちはじゃあどうなるかっつうと、ハーピーハーピストを、シンクロ素材にガンガンしていくので、チャネラーとかをサーチ入れていけるみたいな感じですね。で、白ウサギを取ってきます、相手は。で、こうやって出てきます。で、白ウサギ効果で後ろ戻そうとするところ、月の書。月の書で、ここを裏守備にしていきます。では、チャネラー出して、で、絆の力で投げていきます。で、ここクリボール投げてこられたんですが、こっち殴りました。まあ、4X されたくねえなーっていうのがあって。で、赤い狐出てきて、ここ戻してくる。で、はい、デッドリーシーンを作られます。まあ、デッドリーシーンは別にいいやーって感じですね。で、チャネラー潰されて、で、攻撃力上がって、サンダースパークドラゴンで抜けなくなるような感じなんですが、ここで強いのがネオスフュージョン。ネオスフュージョンで、またハーピストを落としていきます。サーチできるような感じですね。で、カードセットして、絆の力、殴って、サーチ入れていく。どうすか、もう。こんな感じで相手の手札を全部、処理していって、まあ結構1枚じゃ解決できないので、融合テーマだからね。これで勝ちという風な感じになります。なんで、まあサーベルダンサー出てくる前の間は、まあ特に闇遊戯とか相手だったら、
今みたいな感じで、まあ、ゆっくりゆっくり、戦いつつ、エクストラデッキから出していいモンスターはスクラッチクラッシュぐらいかなみたいな感じです。でスクラッチクラッシュは1ターンに1回しか効果使えないんで、2体並べちゃうとムーンライトフュージョンの餌食になるので危険だよっていう風な感じになります。で次、さっきちょっと言ってた上昇打天使のハンゴンマ入るみたいな感じですね。チャネラーからハーピスト切ってパフューマー出します。でパフューマー効果で羽休め取ってきます。でシンクロ召喚ハーピーレディースクラッチクラッシュで2伏せしてハーピスト効果チャネラーを取ってきます。でこれがまず相手は追放打ってきます。でイシタム出て取ってきて、でこっち一妨害しかない状態なんですよね。で月の書打ってこっち守備にされてしまってからハンゴンマッハ出てきます。でレベル上昇で超えるんですが、速攻魔法をずっと持ってたんで、まあ、清掃かなーみたいな感じでちょっとビビってね、使わなかったです。でさらに手札にも清掃持ってるっぽかったんで、伏せ清掃の手札清掃読みで今から動いていきます。でハーピーチャネラー召喚で、ここでハンゴンマッハがいるときはレベル7以上だった場合、まず僕の、墓地に送られるカードは全部除外されちゃいます。全然アド取れねえって感じだね。で、さらに自分のレベルより、つまり14より低い、ランク、レベルのモンスターの効果受けないので、まあ、ハーピーレディスクラッチクラッシュも効かないみたいな感じですね。じゃあここからどうやっていくかっていうと、まずこの清掃を剥がしながらこのサンブレを通さないといけないわけですよ。そうなるとここでしょうがないので、はい、まずダイアルフになります。で手札、これ捨てたいカードっていうか、まあ、どっちも必要だなと思ったんですよ。ハーピーレディ1もハーピストもなんていう、ハーピストをサンブレのコストで除外もしたくなければ、万華鏡も後続だから大事だなと思ったんで、仕方なく羽休め使います。羽休め使って1枚2枚3枚戻して、よいしょと、ほっ、1枚取ってきます。あ、チャネラーか、なかなかいいじゃんみたいな感じでね。でまず清掃剥がしてから、よいしょ、ここを潰していく。でこうすると、まあ手札これ清掃読みなんですよ。なんでまあ相手はトップ動けず、はい、こいつ出してハーピスト切ってパフューマー出します。でパフューマー効果羽休め取ってきます。でここでシンクロ召喚ハーピーレディースクラッチクラッシュで、カード2伏せしてバトル。でここなんで今バトルしたかっていうと、後ろ清掃読みじゃないですか。でヒステリックパーティー引いてて、さらにこのハーピストが墓地を送られた時の効果使いたかったんですよ。だから羽休めは今使うタイミングじゃないかなって思いました。羽休め使っちゃうとヒステリックパーティー打てなくなるしみたいな。でトップで防御札引けなかったら、このスクラッチクラッシュの効果発動できないしって、それはそっちの方が悪いかなと思ったんで、ここねヒステリックパーティー入れてる場合は結構割と羽休め打たずに我慢するっていうことも多いです。でイシタム効果でこうやって馬まで出てきます。で馬効果ディザイアかな、確か取ってきたのは、そうディザイア取ってきました。でこれもう残り時間僕10秒ぐらいしかなくて、もう操作するのに精一杯みたいな感じなんで、なんかここで、はい、ここまでの処理は合ってるんですが、ここから出てくるモンスターちょっとおかしかったはずです。うん、ちょっとおかしかったですね。まあでもちょっとこれは時間なくて、で、シンクロ召喚 CA に潜むもので、 CA に潜むもの効果こうしてからの羽休め使う。で羽休め使うと1枚2枚3枚戻して2ドローしながら、このイシタムを手札に戻していくと。で後ろ清掃なので勝ちみたいな感じになります。というわけで、結構ね、後ろ触れるダイヤウルフとかは、ハンゴンマッハが流行ると強いかなと思います。デッドリーシーンだったらハンゴンマッハ触れないんですよ。でもダイヤウルフだったら後ろの清掃触ってから、安全になってからこっち妨害打てるみたいな感じなんで、優先順位としては今後の環境的にはこのデッキにはって話だけど、ダイヤウルフの方がいいんじゃないかなと思います。あ、でもね、ハーピーの狩場型とかだったらまた話変わってくるんでね、一概には言えないんだけど、絆の力だったらって感じだね。一応申し遅れたんですけど、絆の力にしてるのはブルーアイズの3000打点をサクッと抜きたいからです。スクラッチクラッシュの横にハッピーレディ1出せることってめちゃくちゃ多いと思うんですけど、チャネラ入りだったらね絶対出せると思うんですけど、その時に3100のスクラッチクラッシュになるっていうのがでかいですね。でオーバーフローあります。オーバーフローとあとラグもあるんで、小ずさいか融合かどっちか持ってる読みですが、あんま迷いなかったんでオーバーフロー融合かなみたいな感じで動いていきます。はい、じゃあオーバーフロー融合で、まあ、ここ妨害されるともうめちゃくちゃきついっていうか、まあ無理っていうぐらいまであったんですが、
はい、妨害されなかったので展開していきます。で、万華鏡を打ってハピーレディ1を出します。でこうしてハピーレディスクラッチクラッシュを出します。で羽休め使って1枚2枚3枚、これネオスフュージョン掘りに行ってます。あのハーピストはあるんだけど墓地にあったからサーチ入れたいという気持ちはもちろんあるんだけれども、それよりネオスフュージョンあったら展開楽になるかなと思ったんでそれを引きに行ったんですが引けず。でここあの大切なのはあの2枚伏せません。2枚伏せてもあのランペイ出てきたら死ぬからですね。じゃなくて月の書は手札に持っておきます。このままバトルするふりで殴らず、バトルフェーズ終了しようとしたら相手がオーバーフロー打ってきました。でオーバーフロー打ってくるんですがこっからが大事です。まずオーバーフロー効果、相手が魔法トラップ効果使ったので僕はモンスター1体戻せますね。で、フィアを戻そうとします。でさらに月の書で裏守備にします。コアをまずオーバーフローっていうのは自分のフィールドかもしくは、手札かもしくは墓地の中のサイバードラゴンを、除外して破壊じゃないですか。でまずサイバードラゴンフィアはフィールドと墓地だったらサイバードラゴンなんですが手札だったらサイバードラゴンじゃないので、ここ除外できないでしょ。でサイバードラゴンコアはフィールド墓地でサイバードラゴンだけど裏守備になっていると効果が適用されないのでこれはサイバードラゴンコアなんですよ。というわけで、ここ2体並んでるのは月の書 SC で、回避できたりします。でここ殴るメリットっていうのはなくて殴るとこのサイバードラゴンコアを除外されてサイバードラゴン出てきて融合素材にを作りやすくされたりだとか墓地のサイバードラゴンコアをオーバーフローで戻されたりだとか、まあ、いいことがあんまないんですよね。なんでここはこうします。でサイバードラゴンコア反転召喚サイバードラゴンフィアでここで、はい、オーバーフロー打ってきました。でサンダーブレイク打つんですがこれどこに打つかなんですけどあのねこれ融合読みです。急に光ってるねこれは今引いたばかりの速攻魔法まあ供物とか、月の書とかあとは、サイバーに効くフュージョンサポートかなみたいなそんな感じで考えてました。で、ここ打ちます。じゃあ相手使いませんでした。使わなかったらじゃあハーピーレディスクラッチクラッシュの効果使えばこいつ手札に戻して一体残るじゃんと思うかもしれないんですがそれをもしやっちゃうとそこにチェーンして融合っつってサイバーツイン作られると結構ドボンなんでよいしょ融合だけ潰してここはあの2体死にます。で、トップでハーピーカード引いたんでハーピーチャネラーからパヒューマーですね取ってきて羽休めてで、シンクロして羽休めで3枚デッキに戻しながら2ドローを今からしていこうっていう風な感じになります。そうすると相手トップ融合なんで、ここ融合なんで動けないみたいな感じですね。これで10連勝目という風な感じになります。いかがでしょうか。結構ハーピーレディはですねプレイングとかも必要な学びなのかなっていうふうには思います。というわけで参考になったらぜひぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。